はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。本日ちょっと活躍させていきたいカードがありましてですね、あの診断で登場したこの鉄器のイカズチというカードなんですけども、これ何をするかと言いますと、フィールドのモンスターの効果魔法トラップカードが発動したらライフポイント半分払ってそれを無効に下がりきるっていうクソ強カウンター罠なんですよ。なんでもこれなかなかないですよね。神戦はほらモンスター効果は無効にできないし、神通とかはモンスター効果無効にできるけど魔法トラップ無効にできないじゃん。なんだけど、鉄器のイカズチはモンスター魔法トラップカードをフィールドの効果であれば全部無効にできるんですよ。これめっちゃ強いと。ただその代わり一応でデメリット、まあ、メリットにもデメリットにもなるんだけど、その後破壊したカードが存在していたゾーンと同じ縦列のモンスターゾーン魔法トラップゾーンのカードが、あれば全部破壊するっていう、要は自分の、フィールド上のカードももしかしたら破壊しちゃうかもしれないっていう、相手のカードも破壊するかもしれないし自分のカードも破壊しちゃうかもしれないっていう、まあ、そういうカードなんですねこのカードは。で鉄器のイカズチを使うにあたってやっぱり自分のカード、まあ、カウンタートラップでしかもこう自分のカードを破壊してしまう可能性がある以上やっぱそれをケアしなければならないんですよね。なんで今日はねゴルゴンダの、ケセルゴルゴンダっていうカード、これを入れております。これは丸2番の効果で自分のフィールド上のカードが戦闘効果で破壊される場合にエクストラデッキからアルバスの烙印を融合サイトする融合モンスターいった墓地を送ることができるっていう効果がありまして、これで自分のカードを破壊される場合身代わりにできるんですね。アルバス の融合モンスター、まあ、今回入れてるのはこの辺のモンスターなんですけど、この辺のモンスター全部身代わりにできますので、まあ、これをですね墓地を送ることによって鉄器のイカズチの、まあ、自分のカードを破壊してしまう可能性があるこの効果を、ケアしていきたいと思ってまして、で決戦のゴルゴンダと相性がいいのはやっぱ自分のフィールド上のカード何でも効果から破壊から守れるので、戦闘破壊とか効果破壊から守れるんで、メタピートとめっちゃ相性が良くて、これもともとね、パッキオロとかこう月改造とか、インスペクトボーダーっていう、もう人間の心を捨てたゴミモンスターがいるじゃないですか。このゴミモンスターを戦闘破壊から守ってくれるんですよね。だからしかもカウンターバナナとメタビの相性は非常に元からいいですから、これがですね一応僕が考えたこの鉄器のイカズチを使う結論デッキです。はい、早速ちょっと、まあ、動かし方というか、まあ、鉄器のイカズチのパワーを見ていただければなと思いますのでやっていきましょう。デュエルスタンバイ。あーなるほどね、これはゴルゴンダ鉄器がかませますねこれね。ゴルゴンダ鉄器ムーブがかませるぞこれ。テッキーのイカズチっていうカードが自分のカードを破壊してしまうという、まあ、そういうね、危険性をはらんでるんですけど、ゴルゴンダーを置いておくことによって自分のカードが破壊される場合にその破壊耐性が付与できるっていうのがありますんで、はい、なんでこれで、まあ、パッキャロも守れるしテッキーのなんか自爆からも守れるみたいな、まあ、そういう感じのギミックになってます。はい、さあパッキャロ突破できるかな。パッキーオロが誰ま無効にできるんだけどね。ちなみに無限法要でこれ敵ケアするんだったらね、あれで打った方がいいですよ。パッキーオロとかの縦列で打った方がいいですよ。パッキーの縦列とかで敵打つといい、一番いいと思います。なんで今後のメタビゴリコンと張ってくるメタビは相手のカードがあるところで、なんか相手のカードがある縦列でカードを発動しましょう。そうすると鉄器の効果で相手のカードを爆破できる可能性があります。はい、ナイトミアスローンどうぞ。ナイトミアスローンとか発動したところで何もできねえだろ。なんか起こしてんのか俺、何も起こせなくね。はい、まあ、召喚はできますけどね。はい、召喚はどうぞ、召喚はどうぞどうぞ、買い物どうぞ。はい、飛ばしておいた方がいいのかな、一応。なんかもう何も多分出てこなそうだから、クシャトリラフェンリル君の効果でヤンコの将来神の召喚権増やす効果みたいなのめんどくさいんでこれ飛ばしまして、でまあ開門ははいエンドフェイズですよね、まあ、やることないですもんね。はい、やることないですもんね。あ、ゴルゴンダめっちゃ来るな、ゴルゴンダめっちゃ来るんだ。バトルフェイズだな、やることないわ。俺もやることない、俺も全くやることないんだけど。はい、で一応フェンリル効果、まあ、ガンマ特殊召喚できないからこれフェンリル打っちゃってよくて、でパキエロ召喚しただけで大体勝てるから別にこれ鉄器いるって話だけど。
まあまあまあ、でも今のは無限包容を無効にできたから強いか。まあ普通のね、カウントトラップって魔法トラップカード無効にできるカードそんなに多くはなくて、まあ神仙とかなんだけど、神仙ほらモンスター効果無効にできないじゃん。鉄器ってモンスター効果無効にできるからめっちゃ強いんだよね、打てれば。まあ自分のカード爆発する可能性あるよね。はい、さあどうする。これめちゃくちゃ強いぞ、この盤面。これ多分もう何もまあこうなるんですよね。うわ、インスペクトボードとパッケ、これこっちからなんだよな。パッケ召喚した方が強そうな気がするんだけど、まあ一応インスペクトボードだからなんだよね。クシャトレーラー特殊召喚とかで普通にまくられちゃうから、まあ大取り物セットして、大取り物とあとドラゴンパシメとかセットしておけばまあ言うてなんとかなるかなっていう。エクストラモンスターゾーンにちなみにカードは置かない方がいいですね。そういう時に鉄器を使うとエクストラモンスターゾーンの縦列のカードが全部破壊されちゃうんで、だから鉄器をセットする場合はエクストラモンスターゾーン の, その縦列のところ開けた方が基本的にはいいと思います。相手がリンク召喚してくるからね、絶対大体。あー、だからそうだ、これでここで縦列で打つ、これ結構こういう人多いんだけど、無限保養のケアしたいのかなんか知らんけど、これマジで鉄器がもう存在しているんで、マスターデュエルにも。なんで相手の縦列と同じかところで無限保養とか打ってください。そっちの方がいいと思います。活動する縦列まで考えなければならない神ゲー、これが遊戯王マスターデュエルね。ああ、ポポルスどうぞ。まあ、ポポルス出したところで効果無効なんで大丈夫ですね。はい、ポポルス特殊召喚どうぞ。ポポルス特殊召喚効果発動は別にできないからあんま関係ない。はい、これヌトスも発動できないのか、これヌトスも発動できるの、草。あ、何、あ、でもこれリンクリボーが出てきちゃうと、リンクリボーが存在してるんで、モンスター効果1回だけは発動できますね。はい、まあ、一応発動できます。スネークアイズポポルスの効果によって置かれます。はい、まあでもこれだけですね。はい、もうリンクリ召喚1回しただけで1回効果使っちゃったんでもう意味ない。はい、メインフェース終了前。はい、なるほど、なるほど。であるならば、満を持して恐竜さん、まあ、恐竜さん過去岩石族を召喚していくしかないか。まあ、オブライエンのエースモンスターなんで、まあ、これ実質でオブライエンのキャラデッキです、ね。はい、オブライエンのエースモンスターなんですよ、パキファロって。だからこれ実質オブライエンのキャラデッキです。はい、まあ効果使ってもいいですけど、まあ、まあ関係ないですね。はい、攻撃を続けませんで、2000ダメージ入ってメインフェイズ2入って、でこれまあこれとまた大取り物をひたすらに発動して相手モンスターパクり続ければ、まあ多分勝てんじゃないですかね。ドラグマパンチメントもありますし、ね。はい、さあどうします。まあそうなりますよね。まあそうなるんですよね。いらないんですよね今。クシャトリラフェンリル君ちょっとやる気出しすぎたな。おい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 、サレンダーサレンダーサレンダー。はい、ありがとうございました。ご来店ありがとうございました。うわ、カウンター罠めっちゃ来た。これ先行欲しかったな。まあ、でも先行欲しかったと言ってもカウンター罠4枚セットエンドになる可能性あるけどな、これ普通に揺られ打たれて。イムセティ、はい、ホルス了解です。ホルス、いやでもホルスこれ微妙かな。これあれだな、破壊できないんだよな相手の。なんかもうさ、対象としないカードの効果で破壊されないっていう効果あってさ、神戦とか神系って別に対象って取ってるわけじゃないから、これホルスとかは別にさ破壊できないんだよ。まあ、エクシスモンスターとかになってくれれば、リンクモンスターとかになってくれればまあ破壊できるんだけど、ただ普通にホルスって出てきて殴るだけで死ぬんだよね、メタビって。基本的にメタビはね、あのね、ホルスのね、王の棺がマジできつくて、王の棺の墓地送り効果ですね。はい、あれがマジできついです。普通に魔法トラップで処理されるんで。俺のモンスター融合強兵、何融合強兵、ナチュルホルス、ナチュルホルス懐かしいな。カラミティなくなって誰も使わなくなったと言われているナチュルホルスじゃないですか。ナチュルビースト、うざ、こいつの召喚ムービー、こいつで召喚ムービーは普通に煽りだろ。さあ新生樹を落として新生樹効果でサーチが入る。ナチュルモンスター何でもサーチが入りました。いやタケノコはやばい、タケノコはマジでやばい。さすがにこれはねやばい。タケノコはやばいって、カウンターまだ発動すらもできないってこと。うわ終わった。メタビって魔法トラップ使えないと
と何もできないと言われてまして、カウンターマナー4枚セットしてるけど何もできない。史上最強のタケノコマジで天敵すぎるんだが。